はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズ第40弾をお送りします。で、今回ね、この問題やっていきますので、まず一回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。じゃあ今回は早速画面下げます。お待ちください。行くよ。よっ。この問題用紙がね、ちょっと縦長になると、なかなかね、見にくいところもあって申し訳ないんですが、今ね、対策を考えてるんですけど、なかなかできず。申し訳ない。でですね、今回の問題、これ結構珍しいなと思ったのと、個人的に両もいい問題だと思って取り上げました。で、何が珍しいって、これ受験も、本当はね、受験の問題なんですけど、まず大問1個。で、関数の大問1つに小問が6入ってるっていう、問6まであるっていう。これかなり珍しいっていうのと、今回は、すげえ難しいっていうのはないです。この6問の中に。ただ、その関数、受験のね、問題においての関数の基本的なところ、いっぱいエッセンスが入ってるんですよ。だから復習においてはすごくいいなと思って取り上げます。で、今回、まあ、いつもね、言うように、その問題文に書いてある情報、座標だったり、関数だったり、っていうのを全部書いてねって、まあ、自分のやり方なので、まず書いていきます。で、その二次関数、ここにカーブがありますけど、これは y イコール3分の 1x 二乗だと。だから、まあ、書きましょう。y イコール3分の 1x 二乗です。で、a の x 座標がマイナス6。これの x 座標がマイナス6です。で、まぁ、今回ですね、まぁ、自分、本番で、ね、みんなにやれっていう強要はしないんですけど、まぁ、関数の過去問だったり問題集やってるとき、まぁ、こういう問題をね、やっていくときに、ちょっと意識して、まぁ、たまにね、本番はやんなくても構わないから、練習のときにやってほしいことがあって、このね、ここの情報、もう問題云々ではなくて、ここの情報、とにかくわかることを書き込んでいくっていうのをぜひやってほしいんです。どういうことかっていうと、まぁ、これはね、本番もやってほしいんだけど、関数分かったでしょ？二次関数が分かってて、片方の座標分かりました。A の座標を求めなさいって言われなくても、もう書きましょう。Y 座標。問題云々じゃなくて。で、どうやるかっていうと、この A っていう座標は二次関数の上に乗ってますよね。乗ってるってことは代入して、OK なので、X のとこにマイナス6を代入します。そうすると、y イコール3分の1かけるマイナス6の2乗は36なのでこうなる。つまり、12ですね。だから y は12だからこうやって座標がすぐわかります。すぐわかる。で、b も同様です。b の x 座標は3と書いてあります。3ですね。ってことは同じように b もね、二次関数に乗ってるから3を代入すると3分の1かける9なので、約分して3だから b の座標もすぐわかると。で、今回、ここにね、最初の問題文に載ってるのはこれだけです、情報としては。けれど、まだ書き込みます。何かっていうと、まあ、多くの場合、二次関数があって、そのね、2点、座標があって、そこを直線で結んできます。オーソドックスな問題だと。そうなったら、座標出ますよね。2つの座標が出たら、この直線の式出しちゃいましょう。こいつです。直線の式。で、直線は、y イコール ax プラス b です。直線の式、元の式はね。で、その A と B を求めたいと。で、求め方2パターンあるんですけど、まあ、やりやすいというか、個人的に好きなのは、連立方程式を使うのが好きなので、この、マイナス6の12っていう座標をまず代入します。X にマイナス6、Y に12です。そうすると、12イコールマイナス 6A プラス B となります。今、これを代入しました。で、もう一個、3の3を通るから、この直線がね。3の3ももう一回代入します。そうすると3イコール 3a プラス b です。この連立を解くんです。で、このまんまだと気持ち悪いって方がいるんだったら、それは、移行してもらって、いつものね、好きな形に変えてもらって構わないんですけど、この問題って絶対 b が揃うので、もうこの状態で引き算しちゃった方が早いと思います。個人的にはこう。で、引き算するから、9イコール、こっちがマイナス 9a ですね。ここがマイナスがつくからね。で、これ解くと a イコール、マイナス1。で、どっちかに代入してもらって、A がマイナス1なんで、B イコール6ですね。と出てきました。つまり、A がマイナス1、B が6だから、Y イコールマイナス X プラス6と、直線の式も出すことができます。消しましょう。
で、まだ止まりません。まだ出します。で、直線が分かったらですね、まず切片は書く癖をつけてください。切片っていうのはここです。ここ。Y 軸とぶつかってる場所。まあ、正しくは Y 切片って言い方をするんですが、中学校の間は切片で大丈夫です。で、これは直線の式。この直線が Y 軸とぶつかってるところ。それの B の部分です。今6ですね。これがここの座標になります。だから、ちゃんと書くなら Y 軸の上って、X 座標0だからね。0の6です。ここは。まあ、ただ単に6って自分は書いちゃうことが多いですけど、これもわかる。で、もう一個いきます。もう一個。それはどこかっていうと、ここです。ここ。まあ、これを X 軸とぶつかってるんで、X 切片なんて言い方をすることもあるんですが、まあ、X 軸とぶつかってるところです。で、X 軸の上なので、何がわかるかっていうと、ここ、Y 座標は0です。X 軸の上だからね。ちょっと右ギリかな。なんか見えるか。Y 座標は0。で、今、この島 C って打ってありますけど、これは、この直線の上に乗ってるから、この式は使うことができるわけですよ。C はこの直線の上に乗ってるからね。ってことは、Y に0を入れることができるから、0イコールマイナス X プラス6移行すれば、X イコール6と出てくるので、X 座標は6ですよと。これでいっぱい座標出たでしょ。多分ここまでかな。まあ、もっと出そうと思ったらあるかもしんないけど。まあ、ひとまずここまでで十分です。いいね。じゃあ、ちょっとね、いっぱい書いちゃいましたけど、この情報を使って問題を解いていきましょうと。で、問1は、点 B の Y 座標です。点 B。B の Y 座標、もう出てますね。だから、答え、B の Y 座標は、ちょっとあえて書きますね、言葉を。Y 座標。これね、地味に気をつけなきゃいけなくって、これ答え3ね。これ、B の座標って言われたら3の3と書きます。座標だったら。今は Y 座標、こっちだけ書けよって言ってるんで、3って書かないと罰です。これ受験本番で緊張してる時とかに結構やらかします。しかも本人は解けてると思ってるので、自己採点した時とかも感触として OK と思ってるんだけど、ここで逃すんです。まあ、3点、4点、5点わからないけどね。こういったミスしないように気をつけましょう。で、2番はですね、ちょっとこれとは関係ないんですけど、変域です。変域ね。で、y イコール、ちょ、書こうか。y イコール3分の 1x 2乗。まあ、右のグラフと同じです。こいつが、x の変域がマイナス6から3の時、つまり、今その a から b ですね。そこの部分。こっからここまで。x がマイナス6から3だからね。その時の y の変域求めなさいなんですけど、y の変域っていうのは答えるときはこうです。まあ、x と同じように書いてください。こうなる。で、こことここに数字が入るんですけど、ちょっと後の問題でグラフを使いたいので、こっちに書き出してください。書き出させてください。もしグラフがなかったらね、こうやって、自分がやれるやり方ね、マイナス6から3なんで、これちょっと喉の調子が。マイナス6から3の部分。まあ、今、a と b の部分です。ここ。で、今これ何言ってるかっていうと、マイナス6から3までなんで、この間のグラフしか使いませんよ。もっと言っちゃうと、ここ消しちゃっていいですよ、みたいな感じ。まあ、消さなくていいけど。ここしかグラフ考えちゃいけませんと言われてる。で、Y の変域っていうのは、このグラフ、残ったグラフの一番高いところと一番低いところ、どこって聞かれてます。で、一番低い、一番高いところはここですね。ここの数字。今だったらマイナス6の12なんで、ここは12です。で、一番低いところは、ここじゃなくて、こっちね。原点通ってるから、0が一番下です。つまり、答えるとき、一番低いところが左、一番高いところが右となって、これで終了となります。これ、変域ね。で、3番。直線 AB。まあ、2点 AB を通る直線か。まあ、直線 AB でいいね。で、これももう出してあるので、答えだけ書いておきましょう。直線 AB は y イコールマイナス x プラス6と。これで OK ね。で、4番、点 C の x 座標。これも出てます。4番。C の x 座標。で、さっきと同じね。座標全部書いちゃダメだよ。6の0って書いたら罰食らうからね。x 座標は6です。これで OK。で、5番です。三角形 OAB の面積。
まあこれも王道ですね。今 OAB ちょっと引いてみましょう。次で青使えばいいか。ここを結んで、ちょっと曲がっちゃった、ごめん。この三角形の面積出します。で、自分がよく言うのは三角形、今三辺、辺がありますよね。どこを底辺にするのってが大事なんですよ。で、その関数の中で三角形の面積求めろって言われた時に、どっかの辺が軸に乗ってたらラッキーです。さあ解きやすい。X 軸、Y 軸、どっちでもいいんで、軸の上に乗ってればそこを底辺にしましょう。でも今ないんです。なかったら軸で切ってください。軸で切る。だから今、X 軸関係ないんで、Y 軸のここで切ります。で、左と右をそれぞれ出すイメージで言ってください。左と右をそれぞれ出すんです。で、左の三角形っていうのは、これ両方底辺ここにします。今、0の6と座標出してるから、ここ長さ6です。なんで6離れてるからね。じゃあ、底辺6。じゃあ、左から行きましょう。ちょっと左って書いておくね。底辺6、かける高さは、ここです。底辺ここだったらね、高さここ。ここは今座標がマイナス6の12です。マイナス6の12。つまり6離れてる。長さにマイナスないからね。だから高さは6。で、かける2分の1。三角形だからね。プラス、右側、同じく底辺6です。ここね。6。で、高さはここ。これは3の3だから高さ3ね。3かける三角形だから2分の1してもらって、こっちが18か。18。プラス、こっちが、9か。となるので、面積は27と。これで周囲になります。で、今回は、問題の中にセンチメートルという単位が一回も使われてないので、単位つけちゃダメです、答えに。センチメートルって書いてあったら、平方センチつけてほしいんですけど、これは使われてないんでね。で、答えは27と書いておいてください。で、ちなみに、まあ、これ別に、それぞれ求められるから、全然いける、いいんですけど、予備知識、まあ、豆知識として、このね、タイプ、こうやって軸で切るタイプあるじゃないですか。まあ、一発でもし求めたかったら、底辺共通なら底辺6でしょ。かける、高さを足しちゃってください、ここ。こっちの高さ6でしょ。高さ6、高さ3でしょ。かける2分の1と、ちょっと薄くてごめん。こうやっても求められます。これ計算したら27になるから。もし一発でやりたかったら、もういつもこの形よく出てくるからね。底辺共通だし、このパターンでしょ。じゃあ、底辺かける高さ足してかける2分の1って。まあ、三角形の公式の高さの部分を足すだけです。で、求めることもできますんで、まあ、よかったら、そっちもやっといてください。はい、ということで6番ですね。行きましょう。これ下入るかな？あんまないね。で、6番はですね、y イコール3分の1 x 2乗、この二次関数です。この上に p っていうやつがいます。p。で、こいつの POC の面積が、今出した OAB27 と同じになるような X 座標をすべて求めなさい。ってことは複数回答です。答えは2個か3個か4個。まあ、大体2個か3個ですね。中学校の範囲だったら。ありますということです。で、どういうことかっていうと、まあ、p がどっかにいると。まあ、この辺に置いておきましょう。p。で、三角形 POC を考えるので、こいつです。この面積が27になってほしいんです。27ね。で、座標を求めろと言われたら、まあ、今ね、ちょうど、こいつの X 座標を求めろって言われてるから、まあ、起きやすいんですけど、座標を求めろって言われたら、求めたい座標の X 座標を文字を使って置きます。文字ね。で、自分はよく T を使うんで、今回も T を使わせてください。T と置くんです。で、そしたら、こっち、Y 座標は自動的にこうなります。3分の1 t の2乗です。なぜかっていうと、p はこの関数の上に乗ってるので、x が t だったら、x のところに t 入れちゃえばいい。そしたら、こうなるでしょ ?y イコールこう。だから y 座標はこう置けるんです。1個の文字で必ず置きましょう。t と s みたいな。2つ置いちゃダメだよ。1個で置く。で、この状態で面積を考えます。今、さっきも言ったように三角形の面積が1本が軸になったらラッキーです。今、軸の上に乗ってます。OC。こいつを底辺にしましょう。ってことは、6の0なんで、底辺は6です。じゃあ、高さはっていう。高さは P のここです。ここね。今、この部分は、T の3分の1 T の2乗です。T の3分の1 T の2乗。つまり、高さはこっちね。こっち。ってことは、三角形、OPC、OPC だった。POC か。
POC は底辺6だから 6×2分の1t の2乗、これ高さね。で三角形だから忘れず2分の1です。こうやって置けます。今でこれが27になればいいってことなんで、式はもうこれで完成です。これで完成。間違えました、3分の1です。ごめん、こうだね。でこっち側約分するとちょっとね狭くてごめんよ、 t の2乗しか残んないからこうです、こうね。で2乗を取る代わりに右辺右側にプラスマイナスルートをつけるのがルールです。二次方程式の解き方はね、二乗を取る代わりにプラスマイナスルートがつく。ルート27っていうのは、下もう一個いけるかな。27は 9×3 なんで3ルート3です。こうなりました。で、今求めたいのは P の X 座標です。P の X 座標っていうのは T です。つまり T がこれってなってるからもうこれ答えです。終了。だから答えとしては、以上わかるように書くか。P のX 座標は3ルート3とマイナス3ルート3、これで終了となります。いいかな、ちょっと見にくいかな、下少しで下げようか、これでいいかな。いいかな、ちょっと6問あってボリュームある感じになるんですが、復習には非常にいい問題だと思いますので、もしね一回今やってもらって、ちょっと不安なところとかあるから、全問解けたけどね不安なところがある方とか、間違った問題がある方なんかはぜひ復習してもらえると、その関数の受験に出てきやすい関数の基礎の部分がすごく固めやすいと思うので、ぜひ繰り返し使ってみてください。では今回はこの問題取り上げさせてもらいました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。